こんにちは、ペンです。7日間で完成、リアル鉛筆画の描き方 Day5 になります。 Day5 では髪の毛の描き方をやっていきます。 Day4 の続きからやっていきますので、まだ Day1 から Day4 までを見ていない方は動画概要欄にリンクを貼っていますので、先にそちらを見てみてください。それでは早速始めていきましょう。はい、この動画では前髪を描いていきますが、一緒に髪の毛の描き方の基本を解説していきたいと思います。まず髪の毛の塗り方のポイントは3つあります。ポイント1、ハイライトを入れる。ポイント2、ブロックごとに分ける。ポイント3、細い髪はシャーペンと消しゴムで。一つずつ説明していきます。まずポイント1、ハイライトを入れるですが、髪の毛は光を反射する部分、ハイライトが存在します。よく天使の輪と言われたりしますが、うねりのない髪質だと丸く輪っかのようにハイライトが入ったり、パーマや巻いた髪など複雑な曲がりくねった部分にもハイライトが入りやすいです。自分が描きたい絵の髪の毛のどこにハイライトが来ているのか、よく観察しましょう。髪の毛の色やその人の髪型、写真を撮る場所によっても入り方が違います。イメージ的には手前、出っ張っている部分がハイライトとなり、奥まった部分がダークな色になるという感じです。ハイライトとダークな部分はパッキリ区切るのではなく、グラデーションで自然につなげましょう。次にポイント2、ブロックごとに分けるですが、髪の毛はブロックごとに描いていくと描きやすいです。髪の毛をよく見ると束になっていることがわかります。これはハイライトや毛先の重なりを見ると分かりやすいのですが、この画像のように分かりやすい髪の毛ばかりではないので、写真から判断できないときは基本的には後頭部のつむじから始まるいくつかのパーツに分けてみてください。そのパーツごとに描いていきます。そして薄めの前髪など束になっていなくて独立したバラバラの髪の毛はそのまま束ではなく一本一本描くようにします。最後にポイント3、細い髪はシャーペンと消しゴムでですが、細い髪の毛は芯の細いシャーペンやペン型消しゴムで描くようにします。まずペン型消しゴムの使い方ですが、以前紹介したようにペン型消しゴムの先をカッターで削って尖らせます。その尖った部分を使って明るく光っている髪の毛を一本一本描いていきます。これは描いていると先が黒くなったり丸くなってうまく消せなくなるので、こまめに削って描いてを繰り返しましょう。次にその消した部分の輪郭を細いシャーペンでなぞるように補正します。これをやると消しゴムで太くなってしまった線も補足することができますし、そこだけが浮いて見えず、むしろ立体的に見えてきます。最後にバラバラした髪の毛を細いシャーペンで一本一本描いていきます。シャーペンは筆圧弱めで柔らかくスシューッと描いてみてください。以上、髪の毛を描く時の3つのポイントでした。この後 Day5 では前髪部分を描いていくわけですが、このポイントは Day6 で後ろ髪を描く時にも使いますので覚えておいてください。それでは今回の前髪を分析していきましょう。今回の前髪はまっすぐ薄めで、少なめの束が少し一本一本バラバラとした毛で構成されています。また髪の毛の隙間からおでこや眉毛が見えています。おでこは顔の表面の明るいところに比べると暗めですね。この前髪の描き方は、鉛筆、消しゴム、ブラシの3パートに分けて説明すると、まずは鉛筆で細い束、図の黄色い部分です。そこは濃いめの鉛筆をよく尖らせて描いて、一本一本の毛、見にくいですが図のオレンジ色部分です。ここは細いシャーペンで描いていきます。この時のコツとしては、ハイライト部分はあまり塗りつぶさないように気をつけることと、毛の流れに沿って鉛筆を動かすことです。そして消しゴムは先ほどの、髪の毛を描くポイント3を思い出してもらって、先を尖らせたペン型消しゴムを髪の毛の流れに沿って鉛筆のように動かしましょう。先が黒くなったり丸くなったりしたらすぐ尖らせましょう。太く消しすぎてしまった時は輪郭をシャーペンでなぞるです。そして最後にブラシですが、
鉛筆や消しゴムの後、その上を全体的にささっと動かすと、このくらいの隙間おでこならわざわざ塗らなくても鉛筆の粉で塗ることができちゃいます。また鉛筆を書いた上をなぞることで鉛筆で書いた感を薄めることもできます。ブラシがない場合はティッシュでも大丈夫です。この3つのパートを繰り返して徐々に埋めていく感じです。では実際に書いてみましょう。はい、こんな感じで完成です。 Day6 では今回出てきた紙を描くポイントを使って後ろ髪を描いたり、輪郭、首、肩などその他の部分も描いていきましょう。ご視聴ありがとうございます。この動画が面白かった、続きも見たいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。質問や感想はコメント欄にお願いします。それではバイバイ。